こんばんは、日常演武です。本日は業務スーパーのセリグを食べていきたいと思います。先日食べたフルグラのグラノーラだけバージョンのような商品だと思うじゃない。どうなのかな、見てないのか分かんないので早速食べて少々手待ち。中身はこのような、やはり商品は思った通り、先日食べたフルグラのグラノーラ部分だけは出てくれたような状態でした。では早速、香ばしい香りがしていただから焦げたというかっていうと言い方悪い、焼きたてというかそんな香りです。ではいただきます。先日食べたザクグラと比べると、ザクザクという心地よい音はシンプルにこちらの方が楽しめますね。一方でやっぱりフルーツとかがないので、味については単調になりがちっていう部分はあるかな。でこれはどうなんだろう、あ、フルーツとかは自分でトッピングするのもありだから、じゃあ美味しいけど、量とシンプルな味わいが好きなのであれば、ザクグラよりもセレグラの方が私はおすすめだと感じますね。どういったところが具体的におすすめなのかはこの後すぐにお伝えしますので、じゃもうしばらくお待ちください。何点なのかあなたも予想してみてね。それではね、ごちそうさまでした。先日食べたフルグラと比べると、シンプルにグラノーラしか入っていない分、ザクザクとした食感やじんわりと口の中に広がる甘さをたっぷりと感じることができました。フルーツなどの甘酸っぱさはないのですが、その分後から何かを付け足すちょい足しを楽しむこともできるグラノーラと言えるかもしれません。ここにも書いてましたね、あなた好みのセレクトでドライフルーツやナッツを入れてと。なので何かを入れて食べるのもきっと美味しくなるフルーツグラノーラであると日常は食べて思いまして、すみません、中の水分が吸い取られる、ザクザク最後までしっかりと歯ごたえを感じることができて美味しかったので、今回食べたグラノラはそれだけなのでやっぱりちょっと物足りないところもあるかなということで4点とさせていただきます。それでは、冬バラや木になりていて美しき、木になりていてでなんだよ、バラは木になるのかさ。というわけで本日は業務スーパーのセレグラを食べてみた動画でした。あなたはセレグラ気になりました？気になったのであれば食べていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。ではまた次回の演目でお会いしましょう。演武終演。